倒しちゃった、ポンちゃん。ジャン君。ジャン君。ジャン君。おはよう。あら、ジャン君も移動？いや。ジャン君、ジャン君、かわいい。これ、ムーミンの箱ちょっとどかしてる。はいはい。いい子だね、いい子だね。くる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 、ジャン君、アバターのスタイルをちょっと寸胴にした方が可愛いっていう案が今出ていて、まあ、猫の比率で動かそうかっていう話になっています。最初に1個作ったのはいわゆるキャラクターっぽいやつ、頭が大きくて体が小さくてっていうのをやってみたんだけど、人間と同じ身長で猫が立ってるっていうのはまあ面白いのかもしれない、ね、それかちょい小さいぐらいの設定でもいいのかな。そうだね、ちょい小さいぐらいが可愛いかな、まあね、あの圧迫感あるよね、うん、それがね、よいしょ、 3D の、 そのソフトの中でこれは今1メーターなんですけど、1メーターってイラストで考えるとさ、1メーターっていうサイズってどういうことって思ったんだけど、まあ1メーターぐらいだと小さいな、うんうん、小幼稚園生ぐらい、小学校1年生とか幼稚園生ぐらい、ね、まあそれはそういうキャラクターとして、うん、あの説明に出てたんだけど、うん、要するにね、尺がさ、うん、イラストで描くときってまあ20センチとか30センチの、まあ、印刷用だったらそういうイメージでしょ。それからコンピューター内だったらピクセル数で計算するんだけど、1メーター何十センチ的な、表現でされてると、でっかいやつ動かしてんだって思ったわけさ。あ、そうじゃなくて、まあ、単なる数字なので、うん、世界観の中にどのぐらいの大きさで出るかっていうふうに考えたら1メーターもうそんなに大きくは感じない。全然大きくないよね。まだまだ 3D 空間についての認識ができてないので。ドラえもんが128センチとかだったっけ。あ、まあそういうことだよね。それを、そこの中にどのぐらいのサイズで送り込むかっていうことだね、うん、じゃあちょっと今日はジャン君の太めのジャン君を描いてみます。太めってポッチャリ、手足がでもさ短い方が、うん、かわいいね。かわいいよね、うん、一度だからちょっと難しいんだけど、例えば手を動かすように作るとかね、そうなると大変なんだけど、その理想形を一回作って今はできないからこの程度っていう風にこう作り始めた方がいいのかもしれないね。それか今せっせとできています、右手と左手が動くようになりましたみたいな情報を出しながら、うん、既存のねものでやってもいいのかなっていう話をしながら朝を迎えました。おはよう。うん、ジャン君。何？うん。何？はいはい。よいしょ。はいはい、いけ。
どこまで釣れる？うん、じゃあちょっと遠いよ。じゃんけん。はい。はい。今ですね、メダ、メガ、メド、メラ、なんだっけ？メタバース。メダ、メタバース。メガって言ってる。メタバースの、キャラクターじゃなくてなんだっけ？ダメだねジジイは。あれね、キャラクターみたいなやつを、考えているんですけれども、その前に考えたのがこの体がちっちゃくて頭でかいやつ、なんか変だねっていうことになって、こういうふうにちょっと間抜けだけどポテッとした感じ、もう少し体でかい方がいいのかな、ちょっといろいろ考えています。動くか動かないかのところに行く前にまだデザインで考え中。さよならの時の静かな胸、ゼロになるから、さあ出かけよう、糸切れのパン、ナイフ必勝、少し濡れましたよ。何の帰りかっていうと、またフォークソング同好会だよ。ぶんちゃん。あら、ジャン君どこ行った？あ、ジャン君。外見てましたか。
ジャン君がこっちに来そうな音がするね。ジャン君おいで。はい。はい。おいで。この辺おいで。これ置いといてあげようか。はいで。あれどこ？はいで。はい、道作ってあげるから。はいで。はい。ぐるっと回りますか。どこ行っちゃった？後ろかい。はい。